モティアの一モティアは、シケリア西部のマルサーラ沖の島にあった古代都市、国家であり、現在は、モツイア島と呼ばれている。11世紀にバシレーオスハ修道像により、サンパンタレオ島と命名され、現在でもその名前で呼ばれることもある。島の周囲は、ラグーンとなっている。フェニキア人の植民都市であり、紀元前398年に、シュラクサ祭のディオーネシオス一世に破壊されるまで、 400年間に渡って繁栄した。島の大きさは長さ850メートル、幅750メートル程度で、シケリア本島からは1キロメートルほど離れている。古代には石で舗装された陸橋で、シケリア本島と繋がっており、大きな車輪を持ったチャリオットでも簡単に渡れるようになっていた。この陸橋の跡は現在でも海中に確認できる。1979年に、 優美なモティアの若者の大理石像が発見され、現在では世界的にも有名になっている。この像はジュゼッペ・ウィテカー博物館に展示されている。モティアの若者の大理石像もティアの建設はおそらく紀元前8世紀と思われる。カルタゴ建設の約100年後にあたる。最初に植民したのはフェニキア人であり、当初は単なる公益拠点に過ぎなかったが、 徐々に発展し重要な都市となった。フェニキア人は彼らがモティアと呼んだ荒れ果てた島をラグーンと城壁で守られた当時としては最も裕福な都市へと発展させた。風車と塩だが海水の蒸発と塩の生成に用いられたが同時にラグーンと島自身の状態も保たれた。近年エッドーレ・インファーザと呼ばれる風車と塩だが復元され、 一般公開されている。発見されたモテアのコインには、フェニキア文字で、MTW と刻まれており、これは、ケイト社の中心という意味である。しかし、ギリシア人は都市に伝説と関連する名前をつける、慣習を持っていたため、ヘラクレスと関連した偶話に出てくる、モティアという女性の名前で呼んだ。その後、シチリアの他のフェニキア人都市と同様に、カルタ語に従属するようになった。 ティオドロスは、モティアを、カルタゴの植民都市と呼んでいるが、厳密にはこれは、正しくない。フェニキア人は当初シケリア全土に貿易拠点を作っていたが、ギリシア人の植民都市が増えてくると、ギリシア都市近くの拠点を放棄して、最終的には、ソルス、パノルムス及びモティア3つの都市に集中して、居住するようになった。中でもモティアは、カルタゴに近いことと、 その立地条件のため、カルタゴの最大拠点であると同時に、シケリアで最も重要な商業都市となった。モティアが破壊された後には、その近郊に建設された、リルバイオンが同様の役割を果たした。このような重要性と繁栄にもかかわらず、有名なモティア包囲戦の直前になるまで、モティアの名前は歴史にほとんどを登場しない。モティアに関する最初の記述は、 ミレトスのヘカタイオスによるものであり、トゥキデデスは、紀元前415年のアテナイのシケリア遠征の時点においても、シチリアのフェニキア人都市の指導的立場にあると述べている。その数年後の紀元前409年に、ハンニバルマゴがカルタゴ陸軍を率いてシケリアに上陸しているが、セリヌス攻撃のために陸軍を海岸沿いに進軍させた際にも、その艦隊は安全のために、 モティアを囲む湾内に停泊させたままにしていた。セリーヌスが陥落した後、主落祭を追放されていたヘルモクラテスと、その支援者が、セリーヌスを根拠にモティアやパノルムス含むカルタゴ支配領域に、たびたび襲撃を行っていた。これに対抗するために、紀元前407年に、ハミルカルが率いるカルタゴ軍がシケリアに派遣されるが、その際にもモティアとパノルムスが、 カルタゴ海軍の根拠地として使われている。紀元前5世紀のモティアの復元図その重要性のために、シュラクサイのディオニュシウス一世は、紀元前398年にシチリア西部のカルタゴ領を侵略しモティアの占領を試みた。モティア市民はカルタゴの支援に依存していたために、シケリアとの陸橋を破壊して、時間を稼ぎ、交戦の準備を行った。 ビオーニシオスは時間と労力を費やして、立教を修復し、その工場兵器が使われたのは、歴史上これが最初であったを城壁に接近させた。しかしその時点でさえも、モテや市民は激しく抵抗した。城壁とヤグラが圧倒的な敵兵に突破された後でも、道路から道路、家から家へと戦いを続けた。この強固な抵抗は、シケリアギリシア人が、 カルタゴ人対して持っていた奮撃を増しただけであった。ディオニシオスの兵士たちが街を支配下に置くと、モティアの生存者は男女、子供を問わず殺害された。その後、ディオニシオスは、ビトンという名前の指揮官のもとに守備兵を配置し、また弟のレプティネスに艦隊を引き入させモティアを、その基地とした。しかし、翌紀元前398年、 ヒミルコが率いるカルタゴの大軍がパノルムスに上陸し、大きな抵抗も受けずにモティアを奪還した。しかしモティアは、かつての重要性を取り戻すことはなかった。ヒミルコは、シケリア本島のリルバイオンが有利とみて、そこに新しい都市を建設した。数少ないモティアの生存者もリルバイオンに移住した。この時以来、モティアは、歴史から消え去った。 モティアがあった島に住むのは少数の漁民だけとなった。第一次ポエに戦争中に共和制ローマがシケリアを占領した際にもモティアはビルバヨンに陰に隠れた存在に過ぎなかった。モティアがギリシア人を受け入れたあるいはディオニュシオスによる征服前にギリシア人の手に渡ったという証拠はないがギリシア神話のモティアヨンの名が刻まれたコインが存在するのは事実である。 しかしその数は非常に少なく、また明らかに近隣のセゲスタのものを模倣したものである。中世の間にバシレオス派修道僧が島に住み、サンパンタレオ島と名付けた。1888年になって、ジョセフ・ウィタカーによって、モティアは再発見された。モティアの場所はかつては諸説あったが、19世紀にウィリアム・ヘンリー・スミスによって特定、記述されている。 1906年から始まったウィタカーによる発掘は1929年まで続きサンパンタレオ島が古代モティアであることを証明した限られた土地に町が建設されたためであるが建物跡からは堅固な高層建築が建てられていたことがわかる道路も狭いこれはモティア包囲戦の際に激しい紫外線を可能にしたというディオドロスの記述と一致しているモツヤ島は 現在、マルサーラワインで有名なパレルモのウィタカー財団によって運営されている。島にはフェリーで渡ることができ、小さな博物館とよく保存された遺跡がある。モティアの遺物は、エジプト、コリントス、アッティカ、ローマ、カルタゴの影響が見られる。おそらく谷戸神やバール神の犠牲とされたと思われる、子供たちの墓地であるトフェットもよく知られている。 古代の住居跡の多くは英語とイタリア語のガイド付きツアーで一般に公開されている。美しいモティアの青年像は1978年に発見され、ィタカー博物館に展示されている。これは珍しい戦車レースの勝者の像で戦車レースの参加者ということから非常に裕福な人物であったと推定される。この像は 紀元前397年のディオニュシオスのティや攻撃の前に急遽建設された要塞で発見されている。その優れた品質からペルシア戦争後の時期にギリシアの彫刻家によって作られたと思われるが同時期の他のスタイルとは異なっている。おそらく紀元前409年から紀元前405年のシケリア遠征時にカルタゴが占領した都市からの略奪品であると 考えられている。2006年3月、城壁の一つで、これまで知られていなかった部屋が発見された。一般にはディオニュシオスによって破壊された後にモティアは放棄されたと考えられていたが、実際には、そのかなり後でも町がある程度の繁栄を見捨てていたことを示している。発掘品には、調理皿、フェニキア風の花瓶、祭壇、旗織りが含まれる。 紀元前398年のモティア包囲戦は、米国の SF サッカイルスプレーグディキャンプのヘラクレスの矢の題材となっている。ありがとうございます。